はい、今日はですね、TT クーペのご案内をさせていただきます。アウディアプルーブド横浜青葉の小林でございます。よろしくお願いいたします。お問い合わせが非常に多くなってきましたので、思い切ってちょっと動画の撮影をさせていただきました。お色がブラックなんで、傷のポイントとかはですね、ちょっと分かりやすいかなと思います。それではご案内させていただきます。こちらはですね、2017年モデルの10月登録の車両です。車検がですね、10月30日で終了しておりますので、今はあのナンバーなしの状態になっております。ただあの入荷した時にですね、テストドライブしてありますので、特別問題はないかなと思います。ミッションもエンジンも非常に快調です。メンテナンスも弊社でやらせていただいておりました。装備はですね、順を追ってご案内させていただきますが、まず今フロントにおりますので、フロントの傷ですね、ご案内していきます。よくありがちなですね、このバンパーの下あたりですね。まあ、薄い線傷があります。はい、この辺も、まあ、大きな損傷はないかと思います。はい、そしてちょっと分かりにくいですが、指差しします。ここに飛び石傷がありますね。こんな感じです。はい、その他はあの大きいところはないですね。塗装が欠けちゃうほどの、飛び石傷っていうのは、その他はないと思います。ちょっと光っちゃって分かりにくいですね。はい、S ラインのこの、大きく張り出したメッシュ状のバンパーというのは非常にかっこいいですね。はい、でボンネットも綺麗です。はい、こんな感じですね。査定で減点になるようなポイントはあのないと思います。まあ、よく探せばですね、どこにあるかもしれませんが、大きな損傷というのはありません。そしてフロントガラスですね、まあ、リペアができない程度の軽微な飛び石はあります。ここですね、遠くで見るとこんな感じ。近づいていきます。はい、まあ、ほんの表面の欠けっていう感じですね。離れちゃうともこんな感じ。中から見てもですね、全くまあ、あのなんかそこ気になっちゃうとかそういうレベルではありません。大丈夫だと思います。はい、横から見ていきます。サイドもですね、まあ、大きな減点はないんですけども、ただ1箇所だけですね、分かりますかね、ちょっとへこみがあります。へこみっていうか、まあ、エコボですね。多分あのデントでいけるんじゃないかなとは思います。はい、こちらです。ここですね、ちょっとあのホイールのところにこう映し出してみると分かりますね。こんな感じ、多分デントでいけるようなあのそんなレベルかなと思います。まあ、気になるのはここぐらいで、他は大変綺麗だと思います。はい、あとステップですね、まあ、非常に軽微なんですけども、ここですね、はい、ここに1箇所あります。まあ、この辺はタッチアップの筆差しレベルで、まあ、あの済むんじゃうようなそんなレベルかなと思います。はい、でホイールはですね、外力傷はあのないと思います。右のリアにですね、ちょっとだけあるかと思いますが、こんな感じです。今コンチネンタル入ってます。はい、スポーツコンタクト5ですね、入っております。左のリアのホイールですね。そして、リアバンパーとかにはですね、傷はないと思います。 AIS のチェックも受け取りますけど、リアの方には特別損傷はないです。はい、下のディフューザーですね、こんな感じです。
はい、このウィングはですね、時速120キロに達すると自動的に上がってまいりまして、80キロぐらいまで減速するとまた閉じていきます。はい、で、ここにあるのはブレーキランプですね。ブレーキ踏みますとここが直線的に光るようになっております。非常にかっこいいですね。お色はミトスブラックと言います。ミストブラックではなくてミトスブラックです。まあ、従来のですねファントムブラックに比べると非常にこう透き通ったようなブラックになりまして、鏡面のような感じですね。高級感と硬さというのが十分伝わるようなものですね。はい、で、確かですねこれリアのバックカメラもついてましたんで、バックカメラとあとこれ障害物センサーですねがつくようになります。 TT クーペはですねバックカメラつくと非常に便利です。はい、右のリアのホイールです。一箇所ここガリ傷があります。わかりますでしょうか。はい、こちらです。はい、こんな感じですね。まあ、ここもちょっと筆差しさせていただきましたらパッと見は分かんなくなるんじゃないかなと思います。はい、右の側面ですね。こちらはエクボとかそういったものはありません。大変綺麗な状態ですね。はい、実はですね以上でございます。2017年で9800キロなんで、まあ、1万キロ行ってないんですけども、まあ、大変、状態はいい方かなと思います。 AIS の評価でいくと、まあ、4.5 点もらっちゃってるんですけど、これはちょっと 4.5 点はかなり厳しいんじゃないかなと思いますね。まあ、結構ねばらつきがありますので、4.5 点というのはちょっとかなり不満です。私的にはですね、もっとひどいのがいっぱいありますからね、4.5 点というのは。まあ、個人的にはこれ5点レベルかなと思います。まあ、さっきのデントのところをちょっと大きく捉えたのかもしれないですね。はい、じゃあちょっと中開けていきます。はい、はい、通常ですねマット、あとビニールシート引いてあるんですけども、ちょっと撮影用に外しちゃいました。はい、 S ラインの内装ですね、スウェードになっております。そしてドアハンドルはアルミを使っております。はい、こんな感じですね。まだ新車の時のテープがまだ貼られてますね。このサイドの貼り出しがこうたまんないですね。これ S ライン専用のこう大きな貼り出し、お下品にならない程度のサイドスカートっていうのがすごく美しいですね。はい、そしてシートですね、こうセンターがアルカンターラの素材になっております。で、サポーターですね、この辺よく傷んじゃうんですけど全く痛みはないです。まあ、1万キロも走ってないんで当然といえば当然なんですけど、でも使用距離と年数にかかるですね、すぐ切っちゃうお客様もいるんですよね。なので、この辺はですね結構チェックポイントになります。この辺がですねよく傷んじゃうんですね。すごく綺麗です。はい、という感じですね。で、こちらはシートヒーターはついておりません。シートヒーターがつく車は、まあ、ここにですね、まあ、シートヒーターボタンがとかつくんですけど、その辺はありません。はい、ペダルはアルミになります。フロアマットは装着されております。はい、ステアリングは、ボトムカットの、ステアリングになります。つぶつぶしているこのディンプル加工のS ライン専用のステアリングになります。そして、電動シートですね。結構電動シートがついてない TT クーペ多いと思います。これはポイントですね。はい、ちょっと撮影しますので後ろに下げます。今ここで下げましたけども、ここでも、ここで背もたれをグッと引っ張って後ろに乗り込むということができるようになっております。はい、じゃあ乗り込みます。はい、中はですね、タバコとか、まあ、そういったなんかペット臭とかそういったものの、匂いはありません。はい、
エンジンかけるとですね、ちょっとうるさくなっちゃいますんで、エンジンかけるの最後にしたいと思います。はい、この辺のスイッチ類ですね、すごく綺麗です。ここ S ライン専用のアルミを使ってますね。このアルミを使うとですね、結構傷がつきやすいんですけど、これご覧ください、すごく綺麗です。まあ前のオーナーさんはですね、非常に大切に使っていただいたんだなというのが分かります。はい、すごく綺麗です。匂いないです。はい、すごくいい感じかなと思います。はい、S ライン専用のシフトレバーですね、こんな感じになります。はい、そしてここスイッチ類ですね、一番右がですね、パークアシストですね。はい、これは本当に分かりやすいですね、駐車スペースに持ってこないとなかなか認識しないんですけど、コンピューターが認識すればですね、ハンドル操作だけコンピューターやってくれます。ブレーキングはですね、ドライバーがやんないといけないと。ブレーキとあとシフトレバー操作ですね、それはドライバーがやるというものになります。はい、で隣の P ボタンですね、これはシフトレバーをリバースにしますと自動的に、バックカメラが立ち上がります。で、立ち上がらない場合でもですね、自分で人差し指でこう押してしまえばですね、ステアリングをごめんなさい、バックカメラを起動させることができるようになってます。はい、そしてリアウィングですね、リアウィングも手動で上げ下げすることができます。長押し操作になります。はい、でアイドリングストップオンオフのスイッチもついてますね。はい、そしてドライブセレクトもあります。はい、ドライブセレクトはですね、燃費重視モードとかコンフォートモードなどがありますけども、実際はですね、ここで S モードにしてですね、お越しになることがほとんどじゃないかなと思います。非常に手軽に、操作ができるものですから、おそらくここを使いますね。でダイナミックのようなこう操作を、ダイナミックのようなですね、運転がしやすくなりますんで、多分ここを対応すると思います。それではですね、ちょっとエンジンかけていきます。はい、TT 独特のですね、のぶとい音がしております。確かですね、左側が通常の排気で、右側のマフラーにはですね、フラップがついてるんですね。排気調整ができるようになっておりまして、ガーンと加速していってですね、ミッションチェンジするタイミングでフラップがポーンと上がるんですね。その瞬間に、音がですね、パーンパーンというような感じで、こうミッションチェンジしていくんですね。そこが、TT とかあと S3、独特のこうサウンドになるかなと思います。はい、で TT はですね、センターには、モニターはなくてですね、ここの、メーターパネル、ここでですね、全てこう見ていくような感じになります。走行中にですね、ナビゲーションの操作とかも全部できるようになっております。ドライバーは手元を見ないでですね、いろんな操作をしていくという感じになります。ナビの、設定もですね、走行中にできちゃいます。これすごく便利なとこかなと思いますね。で文字をこう書いていったり、はい、これ今どうやったかというと、ここに書いたんですね。はい、このような感じで書いていくと、ここに表示がされていくという感じですね。また文字は書かなくても、このダイヤルプッシュですね、ひたすらこう回してプッシュをしていくっていうやり方でもですね、設定ができるようになっております。はい、ここにカーソルを合わせて、はい、こんなような感じでどんどん設定をしていくという感じになりますね。そしてバックカメラですね、シフトレバーをリバースにしますと、はい、こんな感じで
カメラが起動します。で左手にはですね、障害物センサー前4つ後ろ4つのセンサーが、これも自動的に立ち上がります。で車庫入れしている間はですね、このカメラがそのまんまです。例えば、シフトレバーをドライブにしてもですね変わりません。車庫入れしている間はこのカメラが起動したまんまになります。あの国産車だと結構あのパッパパッパ変わっちゃうんですけど、アウディはこんなあの仕組みになっております。でスピードが時速7キロ以上に上がっていくと自動的にオフになってナビゲーションの画面になったりします。はい、ナビゲーションの画面はこんな感じですね。ステアリングの親指の操作でメーターを大きくしたり小さくしたりすることができます。でこの左右ボタンを押していただきますと Windows のタブみたいにですね、こういった感じで操作をしていくことができるようになっています。テレビも、ここでご覧いただくことができます。今ちょっと受信中でなってますが、はい、でボリュームは、ここで操作します。で走行中はテレビは見られません。あと DVD もあの音声のみになります。テレビも音声のみになります。ここでテレビ見る人もなかなかいないかもしれませんけども、停車中ですね、誰かこうお待ちになっている間ですね、ここでご覧いただくことができるという感じになります。はい、一番左はこれ車両の情報ですね。はい、こんな感じになります。でメーターを大きくして、はい、車両情報とメーターだけでこうすっきりさせて運転するっていうこともできます。はい、そしてですね、この車の大きな特徴はですね、まあ、あのクワトロということで S ラインっていうのがついてるっていうことは、まあ、すごくポイントなんですけど、まあ、あと電動シートですね。でバックカメラですね。バックカメラはあの何気ないとこですけどすごく大きなポイントです。というのはですね、バックカメラを後付けでこう電装屋さんとかでつけるとですね、まあ、一応あの認定中古車の規定でいうと改造になっちゃうんですね。改造するとあの、まあ、厳しいあの反社さんでいくとですね、その保証がですねなくなっちゃうんですね。なのであの後付けのバックカメラっていうのはですね、まあ、あの一時期つけてたこともあったんですけども、厳密に言うとやっぱり保証対象外という形になってしまうと、まあ、伝送品関係 MMI 関係の保証がこう対象外になっちゃう恐れがありますので、今はですね、私どもこの横浜地区のフォーリングスのディーラーではですね、バックカメラは後付けではですねお取り付けはしておりません。はい、というところになります。なので、まあ、バックカメラ非常に大きなポイントですね。そして、クルーズコントロールですね、こちらになります。そしてこれですね、レーンアシストですね、これもあの大きなポイントでございますね。後付けができませんので、はい、まあ、ドライバーがですね高速道路で、例えば居眠りとかしちゃってですね、あの車線を逸脱しちゃいそうになった時にコンピューターがステアリングをですねぐわっとこう戻してくれたりします。それはここに、まあ、裏側についている、カメラでもって車線を監視しております。車線がすごく薄かったりすると認識しなかったりしますので、まあ、もちろん万能ではないんですけども非常に大きなサポートになります。そして、見えますでしょうか、このミラーの内側にこう黒いインジケーターがついてますね。これはサイドアシストっていうものですね。これも大きなポイントですね。まあ、あの TT クーペっていうのはリアのですねこの視界がこう、まあ、ちょっと良くないですよね。まあ、フォードセダンとかバンとか比べますとですね、まあ、こうクーペデザインになってますんで、そういう時に夜雨が降ってたりとかして視界が悪い時であってもですね、斜め後方から車が近づいてくるとここがピカッと光ってくれるんですね。ちょっとあのデモンストレーションで光らせてみます。はい、こんな感じで光ります。今あのカメラで映すとですねこうパチパチ光っちゃってますが、実際にこう見るとですねずっとつきっぱなしになってます。はい、そして、まあ、車が近づいてきているにもかかわらずドライバーがそっちにゆって行こうとするとバチバチバチと光ります。で遠くにいるとですねふわっと光って、遠くにいますよっていうことを教えてくれると、まあ、そういう機能になっております。はい、という感じですね。はい、
まあいずれにしてもですね、機能がたくさんついていて、使用感がほとんど感じられないと、匂いもですね、まあないというないっていうは言い方おかしいですけど、まあなんか前のオーナーさんの香りがするとかタバコ臭がするとかそういったものもないんで、まあ、とってもおすすめの1台かなと思います。シートもやれてたりもしません。はい、ちょっと後ろ見えますでしょうかね。後ろはこんな感じになってます。基本的に後ろはですね、座席パターンって倒しちゃう、オーナーさん多いかなとは思いますけど、倒しちゃうと後ろは大容量な荷物スペースになります。はい、でグローボックス見ておきます。はい、こちらに CD、DVD、あと SD カード2スロットですね。まだ SIM カードが刺さってますけど、この SIM カードはもう使えません。はい、で ETC は DSLC、まあ、2.0 っていうものですね、それが装備されております。はい、じゃあちょっとエンジンを止めまして、エンジンルーム見ていきたいと思います。でドアを開けると完全にエンジンがオフになりまして、ドトッドトッって音が鳴ると思うんですけど、ちょっと開けてみます。あ、いいですね、こんな感じ。この、はい、大変素敵だと思います。ちょっとエンジンルーム見ていきます。はい、このエンブレムもですね、ボンネットフードの上につけてるんですね。それが、こういうデザインになってるのは R8 と TT クーペになりますね。はい、はい、こんな感じです。横置きの4発のエンジンですね。ターボエンジンなんで、まあまあ早いです。はい、250馬力ありますし、ただ昔のようなですね、ジャジャ馬感はちょっとなくなってますね。まあ、誰でも運転がしやすいような感じでマイルドになってます。ドカーンって行きたい場合はシフトレバーを S モードにしたりとかすると、すごい瞬発力が得られますね。はい、ちょっと閉めます。で後ろのゲートを開けてみます。先代の TT ではできなかったんですけども、今モデルはですね、ここにスイッチがありますので、ここで開け閉めができます。こんな感じですね。はい、ちょっと片方だけ倒しちゃいます。はい、こんな感じですね。で上のトノカバーはですね、サクッと取れますんで、ゴルフバッグとかお積みになるときはですね、こうやって取っちゃうというのもいいと思いますね。 TT のオーナー様もですね、ゴルフ大好きな方はたくさんいらっしゃいます。でこんな感じで大容量スペースにしてバッグを積みになっているという感じですね。はい、では閉めます。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございます。なかなかちょっと分かりにくい点もあったかと思います。ちょっとご説明もですね、私下手くそなんで、よくよくわからないところもいろいろあるかと思いますので、その際はですね、気軽に電話ください。それではですね、お問い合わせまたお待ちしております。よろしくお願いいたします。失礼します。